今日午後5時前、木更津市マリアツ地区でドーベルマンが逃げたと保健所から警察に通報がありました。逃げたのは体長1メートルほどのドーベルマンの親犬1頭と戦後4か月くらいの子犬3匹で飼い主の自宅から逃走したということです。警察によりますと、今朝6時半ごろに飼い主が確認したときにはすでにいなくなっていたということです。 警察官およそ20人がマリアツ地区に出て捜索にあたっていて警察は見つけた場合は近づかずに110番通報するよう呼びかけています。